両面同色の色紙を使って立体感のある紫陽花を作ってみました。画用紙を半分の半分の半分に折り筋をつけます。それを90度回転させて折ったらホッチキスで留めます。折り目のところを止めてください。中心を開けて2箇所止めます。半分に折ってその折り目に合わせて切ります。こちらも同じようにホッチキスで留めます。輪になっているところを切り離します。そして半分に切ります。四角に折り筋をつけて三角にも折り筋をつけます。四角に折ってこの部分を少し切り取ります。開くとこんな形になっています。90度、折り目を回転させて同じように切ります。最後にホッチキスで留めたところを切ります。これで花びら4枚分ができました。花芯になる部分は黄色の色紙をパンチで抜きます。花びらのくっついているところはハサミで切り取ってください。ボンドを割り箸か綿棒に取って少しずつつけてください。細かい作業になるなりますので、少しつけるために直接ではなくこういう風にして貼った方が貼りやすいです。1枚から16枚の花が取ることができます。全部重ねたら折り目をつけます。こんな風に折り曲げて立体感を出したら裏返しにしておきます。枠になる紙に貼っていきます。端ギリギリのところに綿棒の、糊のついてない方を使ってギュッと押し付けてください。一周貼り終わったら中の方を貼っていきます。花と花が少し重なるようにギュッと押し付けてください。葉っぱは緑色の折り紙を三角に折って作ります。この部分を葉っぱ型に切ったら周りをギザギザにします。斜めに折る折り方が少し難しいので、木の葉の作り方と動画を参考にしてください。こちらは型紙もついています。下の部分に糊をつけ、ボンドをつけて、紫陽花の花に貼り付けます。これで完成です。雨をあしらうと、梅雨の啓示にぴったりですね。